と照明を調節しよう。これだと明るすぎる。これだな。こんばんは。台湾から帰ってきました。昨日夜中に撮影で4日間台湾に行ってて、昨日の夜中に帰ってきて、東京が寒すぎて寒暖差やばい。そして疲れています。めちゃくちゃゲリラ配信こんばんは。今日土曜日か、ん、今日金曜日か。お疲れ、みんなもお疲れ様。寒暖差で風邪、いやほんまにそれめっちゃ寒すぎるし、ちょっと暖かくして寝ます。今日はみんなもお疲れ。日曜日感のある金曜日、わかる。なんか今金曜日感全然ない。めっちゃ日曜日感ある。今日は家から出たくなくて、もう4日間ずっと撮影して移動も大変だったので、絶対家から出ない日にしてたんですけど、事務所から呼び出されて4時で、でちょっと仕事をして帰ってきました。昨日毎日放送のテレビ、 ありがとう、ゼロイチファミリアを褒められたいあの回めっちゃ面白くない？ドッキリカジノみんな TVer で見てください。昨日のゼロイチ褒め、台湾初台湾、めっちゃ楽しかったです。あのスミレ日記にも書いたんですけど、昨日のあれにめっちゃ詳しくいろいろ旅の日記が書いてるから読んでほしいねんけど、台湾、私台南の方にいて、めっちゃなんかこの気温、6月ぐらいの気温っていうのが4日間続いて、めっちゃ暖かかった、暖かかったというか暑かったです。お知らせはちょっと先なんですけど、お楽しみに。明日久しぶりにチェキ会行く。あ、ありがとう、嬉しい。名前言ってくださいね、絶対。そう、明日は東京駅の方でフォトブックを渡し会がありますので、明日結構早い時間、12時からなので、12時から来れる方は遊びに来てください。そう、東京駅めっちゃ近いね。明日大手町の駅から直結で外に出ずに行けるところらしいよ。こんばんは。あ、すごい、行くねって言ってくれる人何人かいて嬉しい。久々のなんかさ、フォトブックの一人でのなんていうの、イベントっていうイベントだから、ちょっとプレッシャーもありますけどみんなが来てくれるみたいで安心。台湾と温度差やばい、ほんまにやばかったん。あっちはもう台南の方は30度とかあって、東京帰ってきて夜中に4度。あの飛行機の中は半袖の上にパーカーやってんけど、降りた瞬間寒すぎて半袖パーカー上着で帰りました。で最近寒いよね、こっちめっちゃ。せっかくこの間までさ、なんかダウンとか上着いらんぐらいの天気になってたのに、最近めっちゃ天気悪くない？雨続いてるし、ちょっともう早く暖かくなってほしい。でも花粉が飛ぶからな、若干花粉の症状出つつあるんですけど、まだそんなに全然やばいではなってなくて、それはそれでな。そうやで、え、雪降んの？
嫌やねんけど、もうあのこないだのあの雪でいい。ダウン直そう。え、わかる。スミヤもダウンまだここにいるけど、ほぼ使ってないです最近。雪降った？東北の方ですか？ほんまに早く春来てください。あとさ、冬服にもスミヤ飽きてて冬服ってさ、結局上着着るからさ、2、3パターンしかなくて、もうそれに飽きてますね。早くトップスだけで過ごしたい。体調崩さない。え、ほんまにやばい。ちょっともう体を冷やさないようにします。明日晴れ予報のあったり、さすがさ、明日晴れ。でも寒そうだから、みんなはあったかくしてきてね。今日寒いよね、本当に外出たくなかった。こんばんは。今の季節の水着グラビアの撮影、寒くないですか？冬の撮影はもうめっちゃ寒いです。だからできるだけ室内での撮影を多くしてもらって、あ、台湾はむしろ暑いぐらいで海とかプールも入ったんですけど、普段のグラビア撮影はほんまに冬は寒い。だからもう撮る時だけダウン脱いで、終わった瞬間に来てカイロをめっちゃ貼ってもらったりとか、終わったら、外の撮影終わったらあったかいお茶飲んだりとか、モコモコの靴下メイク中に履いたりとかしてます。でもそれで風邪ひいたことはないから多分大丈夫。睡眠時間何時間？私は理想は、本当に理想は8時間取りたいんですよ。 あの明日の起きる時間から逆算して8時間寝れたら本当に顔のコンディションとか体調も花丸。でもまあ大体いつもは、まあ少なくとも7時間は寝たい。5時間半とかだとちょっとクマとか、あの肌のツヤがあんまり良くないので、本当に今回の撮影もまあ朝早いんですよ。集合、毎日メイクが5時半とか6時からスタートするから、ご飯食べてホテルに戻ってきたら即お風呂に入ってボディケアをして、もうスマホを見ずに寝るっていう、睡眠を優先して生活するとなんかいい感じに元気になるし、心も元気になります。冬撮影の必需品、必需品？撮影現場では、なんやろ、モコモコの靴下とモコモコの上着とカイロと、あったかい白湯とかお茶とかもらうことが多いですね。鳥肌立つで、全然寒くて、あとこの辺がガガガガガガガってなる。台湾暑すぎて焼けたかも。でもまあまあまあ、日焼け止めをこまめに塗り直したり日傘さしたりしてたので、そんなめっちゃうわ焼けたとはならないけど、ちょっとシミが怖いので美容皮膚科でイオン導入したりとか行こうかなっていう感じです。シミにならないようにビタミンいっぱいとの。4時間か7時間が目覚めよくない？まあ人によるよね。4時間だと私は次の日のパフォーマンスが落ちますでもドラマ撮影とかだと前日までギリギリまで台本とか見たりするから、4時間とか5時間の時もありました。毎日早く寝ること、いやほんまにそう、絶対に寝た方がいい。あと寿命もさ、寝ないとさなんか縮まるって言うよね。今の体型素晴らしい。私も今の体型大好き。かわいい。唇紫はまあリップ塗ってもらうからそれは回避やな。なってない。さっきの投稿見たけどほんまに首が長くなって、すごい。そうやね。すみれさ、アイドルの時からずっとさ首を長くしたいって、あのショールームとかでも言ってたやん、みんなに。それがさ本当にさ、この首のなんていうの、鎖骨から顎先までの長さが全然、前までこうだったのがこれになって、なんか撮ってもらった写真見て首短くてびっくりすることあったんですよ。今まで首短いってなってたけど、それがなくなった。めっちゃ
あと昨日のインスタとかでも首細くなりましたかってコメント来てたりして、何も言ってないのに。どのタイミングで歩いてる？私はお昼とか朝も、今の時期でも寒くて外に出れないし、朝早い時とかはそんな元気ないかやらないんですけど、例えば原宿から渋谷とか大久保から新宿とか、なんだろう、歩きます。結構歩きますね。電車に乗らない。結構、まあでも普段はあんまりヒール履かないから、スニーカーでいる時が多いので全然歩けます。うん、晩です、晩です。こんばんは、こんばんは、こんばんは。姿勢良くなった？今度姿勢は大事ですよ。こんばんは。交通費150円節約、節約大事、もったいない。そんな大都会に出没してる、え、いますよ結構。普段私あんまりこのままで歩くこと少ないので、友達と遊ぶ時とか写真ちゃんとインスタ用に撮るとかは可愛い姿で歩くんですけど、普段結構もう適当な服で帽子かぶったりしてるので、そう、目立たない格好で歩いてます。足出したりしない。ビタミン C よりマルチビタミンの方が肌にいいの？ビタミン C はマストで、そのビタミン A、B、D、E で全然その作用が違うので、私は全部取りたいからめんどくさくてマルチビタミンをプラスで取ってるんですけど、どっちがいいとかはないけど、まあビタミン C は体調とかも良くしてくれるのでおすすめです。今日スミレ放送局はしないかな。ちょっと明日のフォトブックイベントの直前告知としてインスタライブをやりたいかな、この後。明日のフォトブックイベント行くよ、ありがとう。明日のフォトブックイベントはサイン入れと、あとハイタッチとステッカーがもらえるので、一冊からでも全然たくさん話す時間あると思うのでお話ししましょう。あとチェキ会のみの参加もできるみたいで、イベント自体は12時からなんですけど、その後のチェキ会も参加できます。だから12時から2時半まで、どこかどこかしらの時間があるよっていう人は来てもらえたら喋れると思いますよ。台湾の料理美味しいから食べ過ぎなかった。毎日美味しい台湾料理を出してもらってて、でも次の日もね、お腹出す撮影だから、まあ普段だったらお腹いっぱいまで食べるところを6割ぐらいまで抑えて、そう、朝起きたらお腹がペタンコになってるぐらいの感じで食べました。でも小籠包はめっちゃ食べた結構食べた。蒸し野菜、ほんと蒸し野菜大好き。昨日の帰りの機内食で蒸し野菜が出てきて感動しました。久しぶりの蒸し野菜だと思って美味しかった。明日のイベント楽しみ、楽しみ、私もめっちゃ楽しみ。結構ほんまにがっつり系のイベントだから楽しみ。あとは、あ、そうだ、ちょうど8時から、今日の8時20時から当日券の販売もスタートしたので、あの私が告知してる URL に飛んでもらったら当日券ゲットできるので、もし急遽予定が空いた方はそちらから予約してください。あ、そうだ、コロナ明けてからさ、みんなとさこう触れ合うの初めてじゃない？明日が。いつか握手会もまたやりたいね。5冊はサイン、アテナとハイタッチとステッカーとブロマイド3種で、10冊の特典だけあの30秒撮影タイムがつくので、スマートフォンとかで、あ、スマホ限定かな、スマホで30秒私がこうやってやってんの撮れます。 SNS は載せちゃダメなやつ。
今回のスミレグラフタイで撮影、そうです、タイ撮影第2弾のスミレグラフ後半です。台湾から東京までどれぐらい、でも3時間ぐらいかな。行きたいです、待ってます。そう、当日券今日の8時からです。触れ合い久々、そうやんな、楽しみ、みんなの手の感触楽しみでもハイタッチってさ、なんかさ、それで記憶にあるんですけど、なんか何回かやったことあって、めっちゃ高速だとめっちゃ痛いんですよあれ。でもそんなに高速じゃないと思うから、このぐらいかな明日はこんな感じなんかな。ふう、めっちゃマシンガントークした。こんばんは、最近すみれちゃん知ってファンになり、嬉しい、ありがとうございます。ハイタッチしすぎて脱臼それは悲しすぎる。初握手会で手ぎゅってされた思い出した、いや恥ずかしい、恥ずかしい。そんな感じで明日はちょっといつもより早い、まあいつもこのぐらいやっけ、お昼から12時からイベントですので、衣装はねちょっとね決めたんですけど、何個か候補もらって決めたんですけど、髪型が決まってなくてちょっと迷い中です。明日髪どうしよっかな。でもせっかく首長くなったからポニー系もありじゃない、首長くなったからとか言ってやっぱでもすみれほんまにポニーテールめっちゃ似合うな。この辺を多分すっきりさせた方が可愛いですよ。タイと台湾って違う、違うですよ。お洋服はねちょっとね花柄、柄系、花柄系のミニワンピにしようかな。でもちょっとまだフィッティング明日の当日になっちゃうので、ワンピースかな、足出そうかな明日は。ちょっとでもその着たいやつがあまりにも似合わんかったら、ちょっといつもと違うやつ、その着たいやつじゃないやつにしようかな。今もあ、違う、昨日の夜中に買ってきました。夜中12時ぐらいに家に着いて、もうさパッキングしたやつをさ、あの元の場所にまだ戻せてなくて、服とか玄関にキャリーケース置いたままで今そんな気力なくて、今日もほんまは事務所行きたくなかったけど、もうすっぴんで頑張って行って、ちょっと今から片付ける、寝るまでには片付けます。明日楽しみ、それな、明日楽しみ、みんな明日、そうみんながさ撮影権あるからさ、ちょっとちゃんと可愛くしとかないと、可愛くないままさフォルダに残りたくないから、可愛くしよう、いつも可愛くしてるけど特に可愛くしよう、代わりにします。ほんまにパッキングしてくれるのめっちゃ嬉しい。パッキング、あれやわ、すみません、パッキングはいい、行きのパッキングはいいけど、帰りの片付けがもうめっちゃ嫌いほんまにやりたくない。ゼロ一褒め放送されたよ、そうさっきちょっとその話してたんですけど、あのドッキリ感じのめっちゃ面白いので、いろんな意味で見てください。今日のリップはもう私の人生で一番使ってるリップです。これを塗っております。カラーはねベアグリップです。これの上にまたロム&なんですけど、あのローソンに前売ってた、今ちょっと売ってないかも、ベアグリップの上にベアローズをちょっと
上に重ねてグロス透明のやつを塗っております。26日のドラマも楽しみ。そう、あの今月の26日にちょっと何日か前に告知したんですけど、TBS さんのこれやっちゃってないっていう、なんかあのなんて言ったらいいんだろうな、あるあるじゃないけどそういう感じの、なんだろうな、なんか人間のある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 みたいな番組があるんですけど、それの中のドラマに出てるので、そう見てください。末っ子の設定なんですね、そのドラマの中の私は。で、末っ子の設定で、私本当は本来は一人っ子で、まあでも末っ子と一人っ子ってなんかちょっとマイペースで自分の世界持ちがちなところが似てて、まあ、でもにしてもわがまますぎる末っ子だったんですけどぜひオンエアされるので見てください。何気にさ、私一人で01入ってから一人で地上波出るの初めてじゃない？そんなことない？単独は初めてな気がする。01褒めはね、何回も出させてもらってるけど、末っ子スーちゃみおもろいから見てほしい。 TVer でも見れますので。 あとそうそう、めっちゃ告知することあった。4月26日から5月2日にあの北千住のシアター千住っていうところで舞台も出させていただくので、ワインガールズ、まだ稽古始まってないんですけどそれも出るので、ちょっとその周辺のね日程をねみんな開けといてくださいね1年ぶりの舞台 JK です。で、今ファンクラブの選考の抽選をやってるので、もしスーファミリー入ってる人がいたら絶対抽選は応募しといた方がいい気がします。ちょっと稽古まだ始まってないからさ、そんな深いこと喋れないんですけど、でもその劇場のシアター千住がめっちゃ私大好きな劇場で、座り心地もいいし綺麗だし駅から直結しててめっちゃアクセスいいんですよ。なので来やすいと思います。だし北千住ご飯とかあのショッピングとかもいっぱいあるから、その開演時間まで時間潰せたりとかすると思う。めっちゃ北千住通り道、あ、ほんまに？それ北千住はあの去年の舞台の時に稽古で北千住だった期間があって、その時に結構通ってて、スタバが好きです。北千住の駅のいろんなメニューがある、そう大きな劇場で椅子もふかふかなのでお尻痛くならないですね。最近ありがたいことにめっちゃ、3月もグラビアでまた表紙が出るのと、あとね、バラエティだったりドラマだったり舞台だったり今回の台湾の撮影だったり、いろんな嬉しいお知らせがあるので、北千住のスタバ行く、すみれ、北千住のスタバの店員さんに横野すみれさんですかって言われたことある。なんかメッセージ書いてくれた。うん、いつも抹茶ティーラテ飲んでるなって絶対思われてた嬉しいお知らせ多くて2022スタート切れて、ほんまに2023年ちょっと悔しいこと多くて、それこそ映像のお芝居とか演技のお芝居が決まりそうで決まらなかったりとか、オーディション落ち、もう最終で落ちたりとかが多かったから、ちょっと今年はねうまくいくように見守っててください。私も横野すみれちゃんですかって言われて、あ、それかさ、もうさ横野すみれグッズをさ身にまといまくってさ、であのあれにさ、カップにさ、横野すみれってか、すーちゃんって書いてくださいって言うっていうのは私が嬉しいだけそんな感じで明日もみんなと会えるのを楽しみにしてます。
インスタライブに移動しようかな。インスタに移動します。ではランキングを読みます。どれだ、これだ。はい、13位ホーミー、ありがとう。なんかこのさ、それこのランキング読んでる時のなんかなんていうの、角度と音程テンション感なんか恥ずかしいねんけどはい、続きまして12位若春、ありがとう。11位鉄、ありがとう。10位カンナ、ありがとう。9位熊太郎、ありがとう。8位場所、ありがとう。そして7位直行犬、直行犬、ありがとう。どっちだ。6位岩瀬、ありがとう。5位大福、ありがとう。そして4位トラッキー、ありがとう。3位キノッピー、ありがとう。2位ひろすけ、ありがとう。そして1位虹、ありがとう。虹、ありがとう、ありがとうございました。お疲れ様、みんなもお疲れ様。明日待ってます。あったかくして寝ましょう。寒いから気をつけてくるんですよ。じゃあこの後インスタライブするので、ちょっとまあいろいろ調整があると思うんですけど、5分後ぐらいにやります。では一旦バイバイ。